こんにちは、金黒です。アルファ6500の後継機種が待ち遠しいです。私が現在メインで使っているカメラは、こちらのソニーのアルファ5100で、これ中古で購入したんですけど、結構気に入って使っています。もともと私はデジタルカメラは、オリンパスを使っていて、フォーサースを長く使っていて、マイクロフォーサースに移行して、その後パナソニックも使っていました。その後、このアルファ5100を中古で買ってからは、ほとんど今カメラで撮影するときはこのアルファ5100を使っています。このカメラ気に入っているところは、なんといってもこのミラーレス一眼で、かつ結構コンパクトで軽量っていうのが気に入っていて、そういうコンパクトで軽量ながら、ここのグリップの形状がこうつかみやすくて、機動力を持って気軽に撮影できるっていうのが、このアルファ5100の私の一番好きなところです。私がこのカメラを使うときっていうのは主に3つで、まず1つは、私は一級建築士なので、この建物を撮るときに、このワイドコンバーションレンズを使って広角で建物を撮るっていうのがまず一つです。二つ目はトレッキングに出かけるときにこの軽量コンパクトさが好きで、こういうカメラリュックの中にミラーレス一眼持って行ってもあんまり重くないので疲れにくいっていうのがこのアルファ5100の好きなところです。三つ目はこちらのズームレンズを使ってスポーツの動画や写真を撮っています。過去の動画でご紹介したリモコンのこの三脚っていうのがあるんですけど、こちらパカッと開けて、こちらにリモコンの三脚をケーブルでつなぐと、こうリモコン三脚を使いながら右手でこの動画のオンオフ録画開始ができるっていうのがこのソニーのカメラのいいところで、ズームリングはこう左手で触りながら右側で録画ボタンを押しながら素早いスポーツに反応できるっていうのもこのソニーのカメラの好きなところです。現在のソニーが最も得意としているのはセンサーがフルサイズのミラーレス一眼の α7 シリーズのようなシリーズが最もソニーが得意としているカメラだと思いますが、私にとってフルサイズのミラーレス一眼だとカメラ本体も大きくなりますし、特にレンズが大きくなって、まあ、広角レンズも大きくなりますけど、特にこういう望遠レンズがかなり巨大になってきて、大きくなるとどうしても機動力が欠けますので、私にとってはこの APS-C 機のこのサイズがすごく気に入っています。そんな中でそろそろこの α5100 シリーズをステップアップしたα6500 もいいなと思ってたんですけど、どうも α6500 の後継機種 α6700 もしくは α7000 という名前で APS-C 機の α6500 の後継機種が出そうなので、その話題が最も私にとって今気になっています。今現在の段階では α6500 の後継機種のスペックとか発売日は全く分かりませんが、ちょっとデザインが変わって APS-C 機では最高のハイスペックになるという噂だったり、 4K60p に対応するとか、あとボディ内手ブレがさらに進化するとか、そういうふうに言われています。 α6500 でも今私にとっては十分だとは思うんですけど、さらに進化がどういうふうにしていくのかっていうのがすごく楽しみです。もしかすると出ちゃうと買っちゃうかもしれません。今回は α6500 の後継機種が気になる、そんな内容の動画でした。 α6500 の後継機種の詳細が分かってくればまたこのチャンネルでお届けしたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。